今回サマワを訪問いたしましたのは近い将来陸上自衛隊がサマワに派遣されることになっておりますので、そのいつ派遣するのか、その時期を決定するについても自分の目で直接サマワの治安状況とか、またどういう人道支援を地域が求めているのか、その実情を確認したいと思って来たところです。